ななみを電車に乗せるなっていう、中学1年からタバコ吸ってたんでしょ、キャプテンを剥奪されて、その後すぐ選抜チーム外されて、一番私が辛かったのはあの時だった。僕の記憶ではその2人だけ味方を。こんにちは、サイソン和也です。本日のゲストはサッカー元日本代表のななみひろしさんに来ていただきました。よろしくお願いします。この間ね、バンドさんと一緒に3人でお食事して、はい、YouTube に出ていただいてありがとうございます。いいえ、軽いね、あそこでの返答がまさか実現するとはちゃんと覚えてて、あのオファーさせていただきました。ありがとうございます。で、早速、はい、今日いろいろなお話をさせていただきたいなと思ってて、はい、まずは現役時代のお話とかを聞きたいなと思ってるんですけど、うん、バンドさんとの僕 YouTube 見まして、はい、家族構成、はい、家族すごいですよね。まあそうですね、あの父親がはい、あの女の子がどうしても欲しいということで、まあ4番目の僕まで頑張りまして、漏れなく全員男が生まれてくるとかね。まあそこからスタートするわけですよ、うん、で、まあ最後14日間ぐらいで出世届出さなきゃいけない時に、はい、まあ、父親は僕とそこまで対面することもなく、うん、男の子が生まれたっていうのを聞いただけでガチャって電話切ったらしいんで、名前も母親がひろしと名付けると。そうなんですよ。で、まあ、第、はい、何時 ?2 時ぐらいかな、はい、ベビーブームの時で、我々は。はい、だヒロシなんか一番ポピュラーな名前なわけですよ。まあ、適当につけられた名前が。でそこから、うん、それこそバンドのね、はい、YouTube を皆さんご覧いただければ分かる通り、うん、壮絶な家庭環境の中で育つんですが、うん、まあ、僕自身もサッカーをやりながら、こういろんな道を選択するであろう将来、どうなるのかなと。で、静岡県の藤枝市ってサッカーがすごい盛んな街 で、うん、で、藤枝東高校、はい、まあ、ゴン中山とか、はい、長谷部とか、はい、まあ、彼らを輩出してる高校が、うん、僕の実家からもう自転車で5分で着くんですよ。おー。だから練習なんかもよく見に行ったり、うん、清水の高校が来たら、はい、やっぱりキャーキャーわーわー騒がれる選手、うん、いっぱいいるんで、はい、追いかけてサインもらったりして、はい、まあ、当然ちっちゃい時に藤枝東高校に入るんだろうなと、うん、でその時に中学生ぐらい物心ついたら、はい、藤枝東高校も頭脳がないと入れない進学校なんで、まあ、なので早々に断念いたしましてで反対に自転車で5分行くと、はい、藤枝北高校ってのがあるんですよ、はい、でそこでも進路希望は決めてたんですよね、うん、先ほど兄弟構成の中では3番目 の、 あの兄が、うん、はい、藤枝北高校に2校上で通ってたので、はい、僕はもう入学すれば1年生、はい、3年生じゃないですか、はいはい、そうするいじめられることもない、うん、で東高校よりもレベルが低いから、うん、まあ、あの普通1年から多分出れんじゃないかなみたいな感じ の、 その安易さで進路希望を出してたところ、はい、中3の冬ですよ、はい、その清水商業高校と結果通うことになる、はい、清水の高校の先生から電話が来まして、はい、ですぐ即答で父親と母親に俺清水に行きたいと、うん、そこから壮絶な、それこそ、はい、暴走行為を繰り広げていた長男次男のせいで、はい、母親はよく台所で泣いてたわけですよ、はい、でところが僕は中3の時もよく泣いてたんで、はい、まあ、また兄貴たち何かやったかと、うん、そう思ってたら、まあ、うん、兄貴たちはもう20歳過ぎてたんで、はい、暴走行為は卒業してたんですけど、はい、まあ、でも泣いてるから、はい、また何かやったんだろうなと思いながら、うん、で後成人式ぐらいの時に母親が一番私が辛かったのはあの時だと。でも僕が藤枝から清水に越境入学するっていうところで、はい、藤枝市の指導者とか、はい、先生方がもうそれを止めにかかるわけです。藤枝から流出させないっていうこと で、はい、で試験日の当日、これも伝説になっているフレーズがあるんですけど、はい、七海を電車に乗せるなっていう、それぐらい、まあ、だから巨人から阪神とか、はい、もう自民党から民主党にみたいな、うん、結構タブーな移籍、まあ越境なわけですよ、はいはいはい、でもちろん、うん、当時にも藤枝から清水に行った方はいるんですけど、うん、はい、その東海第一高校、今東海大商用、鈴木啓太とか、あ、はいはい、沢登さんとか、はい、まあ、彼らが出た高校は私立なんで、はい、まあ、越境でも、はい、何の文句を言われずに藤枝から清水に行ってほしいんですけど、はい、うん、僕はあの公立なんで、まあ、一律ですけど、はい、その清水に行くっていうのはもうみんなが止めるっていう、でそれで母親がスーパーとか行って勉強しないで学校入れていいわねとか、中学1年からタバコ吸ってたんでしょとかってもうあることないことじゃない、ないことをずっと母親言われてたんですよね、周りにいろんなところ で、 で僕自身も最初キャプテンを剥奪されて、その後すぐ選抜チーム外されて、みたいなのもあって、その藤枝の地域でね。そうなんですか。学校も先生方も藤枝残れっていうようになったんですけど、担任の先生がたまたまサッカー部のコーチやってる方で、隣のクラスの先生、まあ、これ女性なんですけど、この先生が1年生の時の担任で、僕の記憶ではその2人だけ、味方は。へえ。あとはみんなも藤枝から出ない方がいいよ、怪我したら3年間パーになるよとか、
っていう感じで。でも清少を選ばれたんですよね。そうですね。最終的には中学校の時の県選抜、静岡県選抜が10人以上そこに入るってことだったんで、当時の監督大滝先生がお前らが3年生の時は全部のタイトルを無敗で取るぞっていうキャッチーなそのフレーズにこうズキュンと来て、いきますって言って、単眼で受けて無事合格するんですけど、実際清少行ってみてやっぱレベルは高かったんですか？いやもう全然違いましたね。まあ、僕なんか、今はちょっと超えてますけど、現役時代もちょっと華奢じゃないですか。さらに中学校高校なんてさらに細かったんで、もうスピードもちろん、それから体格、それからまあ頭脳ですよね、サッカー IQ、 もうこの全てが藤枝と違って、まあ、技術は通用するだろうと思ったところ、やっぱ潰されたらそれで終わってしまう。自分の体を触られた時点で多分もうボールロストっていうのが決まってきてしまうんだなと思いながら、1年生の時は特に苦労しました。ななみさんのレベルでも苦労されるんですか？苦労しましたね。やっぱレベルは高いんですね。高いですね。で、トップと、まあそうじゃない、まあ、2軍、3軍みたいなのあるじゃないですか。そういうまあ隔たりのないあの学校だったんですけど、まあ、それでも紅白戦やったら22人しか出れないし、まあ、80人ぐらいいたのかな、部員が。60人ぐらいは外で声かけてるわけですよ。頑張ろうぜみたいな感じで。まあ、そのグループにもいたことももちろんありますし。まあ、ただそこが挫折とか自分がふるいにかけられて落とされたっていう感覚は僕の中では一応あるんですけど、まあ、後に試合出れるようになったその要因としては、やっぱそういうものをいろんなこう悔しい思いを見て、それから感じて、このまま3年間ピッチ外で過ごしてしまったら俺何しに藤枝から来たんだって話は。だからもう本当に学生にはあんまり言えないですけど、勉強がほとんどしてなくて、もうずっとサッカーのことばかり考えてやってましたね。高校からまた大学に行かれたんですよね。はい、それ高校からプロっていう。今回の最高スコープ。生半可じゃない覚悟が成長へとつながる。